さあオリックスですけども、今回のテーマは太田椋選手でございます。今年の2023年の太田椋選手はですね、いろんな動画の方で正念場でもありながら、レギュラー争いをしてほしい、台頭してほしいというふうに、これまでも語ってきましたけども、先日ですね、フリーバッティングっていうんですかね、バッティング練習中に吉野部がね投げているところに対して太田椋選手が打席に立ってですね、吉野部のこのボールを打つという場面があったんですけど、なんとですね、新しいフォームの山本由伸投手から、ホームランを、打っていたということで、これはもうさすがに今年こそ期待ができるんじゃないかっていう、話なので、今回はですね、この太田椋選手、どんなホームランをやったりとか、打たれた由伸がですね、太田選手について、軽く言及していたので、そのあたりまとめながらですね、僕が期待をしているところについてもお話をしていこうかなと思います。で、まず由伸がですね、156キロを投げてまして、フリーバッティングのところでね投げてて、ちょっと新しいフォームがねガシッとハマっているなというところだったんですけど、速見スタジアムがね結構ガンが甘いっていうところで有名らしくて、とはいっても、若月選手とか森選手らが絶賛をするこの足を上げないクイック投法を、初見ながらですね太田椋選手はホームランを打ったということです。でパッと見ですね、あ詰まったなと、普通のセンターフライ、ライトフライかなっていう感じだったんですけど、風があったのか分かんないですけどね、打球がぐんぐん伸びて、宇宙間にホームランっていう風になってました。スイング自体は、詰まりつつあったんですけど、ただしっかりとフルスイングしていて、それが功を奏したのがですね、ホームランになったと。で、打たれた吉野部はですね、量だから納得していますという風に言ってるんですね。これ球界ナンバーワンの沢村投手がですね、こんなこと言おうもんなら、さすがに今年に関しては期待をしてもいいんじゃないかなという風に思ってるんですけども、ちょうど5年目ですから、本人もですね、しっかりと自分のスイングができたという風に話しております。でキャンプのテーマなのが宇宙間方向に強い打球を飛ばすことらしいですね。そのためにしっかりと、左足をこう踏み込むことを意識しているんですけど、ああいう打球を常に打てるように練習していますという風に言ってるんですけど、狙った打球をね吉野部相手に、しかも初見でね、あの独特のフォームですよ、苦戦しそうな、感じですけどね、それをものの見事にホームラン打つということなんで、これはもうさすがに期待をしてもいいんじゃないかなという風に僕も思っております。ただ一方で一部では太田椋は速見スタジアムがもう大の得意なんだということで、ミスター速見っていう風に言われてるんですね。僕あんまり知らなかったんですけど、例えば去年の、紅白戦、場所が速見スタジアムだったんですけど、ツーベースを含む、2安打、そして2020年に関しては、巨人の2軍と試合をしたんですけど3ランを放ちまして、中島監督もですね、ミスター速見なんだと、守備も含めて、すごくいいんだよという風にこう冗談交じりで言うぐらい、宮崎との相性が非常にいい太田椋選手でございます。なので一部ではこのままだと本当にミスター速見で終わってしまうというかね、春の太田椋で終わってしまうと、この時期が調子がいいのは分かるけれども、シーズンはどうなんだというような声もチラチラと上がってきているので、いや今年は違うぞと、5年目ですからっていうね、感じで言っていただけたらなと思うんですけど、とは言ってもね、いくらミスター速見でも初見のね山本由伸のやっぱ新しいフォーム、しかも156キロですよ、前の球そうですよね、でそれを打ち返すっていうのが、しかも自分が狙った方向の宇宙間ですか、これはね普通のフリーバッティングとか由伸とか関係なくバッティング練習見てても本当に主力っていう風に言われてもおかしくないぐらい、どんどんこういいスイング、いいバッティングを、してるんでね、僕は正直めちゃくちゃ期待をしてます。20本ぐらいホームラン打ったらもうとんでもないことになりますけども、それぐらいやっぱ期待をしたいですよね。で今年の太田椋選手に関してで言うと、まずレギュラー争いですね、ここも是が非でもというか、もう5年目なんで、逆にやっぱりレギュラーになれないとっていうところがあるんですけど、実際にはセカンドだと思うんですよね。たまにファーストやったりしますけど、今年に関してはファーストの候補はたくさんいるんでね、セカンドというところで、勝負をするのかなとは思うんですけど、レギュラーの足立選手に含めてですね、セカンド復帰も公言している福田周平選手、そして去年、中盤から出てきました、ベテランの西野選手らがいますけども、彼らと競争する、もしくは競争に負けたとしても彼らが離脱したりとかですね、不調になった時に太田椋選手にチャンスっていうのは必ず回ってくると思うので、ぜひ、ものにしてほしいなというふうに思ってます。でポジション関係なくで言うと、やっぱ若手とも競争をしないといけない、これはもうレギュラー争いというよりかはいかにこう対等できるかどうかで、同じポジションで言うと野口選手、そして横のショートで言うと紅林選手、この2人はもう同世代、しかも上位指名の選手なので、ここ太田選手含めた3人が将来ですねオリックスをこう背負うためにも、特に一
番指名されて、歴が長い太田選手、2018年ですか、今年で5年目なんで、ぜひとも台頭をしないといけないということですよね。そしてオリックスの右バッターというところで限ってみても、まあ、ラオウとそしてケイタと若月シュインデルとこの4人がいますけど、ここに加えてですね、太田亮選手だけではなくて現健大池田龍馬というふうにいるので、右バッターは非常に貴重ですからね、ちょっと右バッターに偏りつつあるんですけども、ぜひ、頑張っていただきたいなというふうに思ってます。で、今年でね、まあ、5年目ということでドラフトは5年待てっていうふうに言いますけど、ちょうど今年でその5年なんですよね。なので特に、上位で指名をされている太田亮選手と頓宮選手が正念場であるということですね。頓宮選手に関しては去年キャリアハイの11本ホームラン打ってますけど、本人は20発30発狙ってるということで山川選手にね、指南してますから、このあたり含めてこの2人はですね、非常に、今年に関してで言うと一番こう正念場なのかなと思います。まあ、今年の、成績で主力になれるのかサブに移るのかっていうのがもうまるっきり変わってくるんじゃないかなと思います。来年はそれが紅林選手になるのかなと思うんですけど、まあ紅林選手はねちょっと台頭しているので、その辺ちょっと難しいところですけども、で今ねサードでもう絶対的なレギュラーになっている宗選手ですけども、この5年が終わった時はなかなか成績が残せてなくてですね、6年目でレギュラーになりました。ただ6年目も、じゃあずっとこうチャンスをもらっていたのかっていうと、もうその時にはですね、もう守備要員っていう立ち位置でした。今の佐野光大選手とかそのあたりですよね、大城選手とかで、まあ外野やったりですね、サードやったりとか、本当守備要員でギリギリまでファーストもやってましたからね。あれは本当に何だったんだってところだったんですけど、ただ代打ではちょくちょくとチャンスをもらっていて、その数少ないチャンスを掴んで、ソフトバンク戦でね、左中間でサヨナラヒット打ったりやってましたけど、毎打席やっぱり結果が求められる中でしっかりと、結果を残していたので、本当ってもらってるうちに結果を残すのがやっぱ一番だと思うんですよね。なので今年がやっぱ主力としての期待は最後なんじゃないかって僕は思っているので、野口智也選手の存在もありますから、ぜひね太田選手には気合を入れてると思うんで、注目をしていきたいなというふうに思います。でホームがねちょっと徐々に変わっていってるなっていうことで、昨日ね吉野部の動画上げましたけど、何もね吉野部だけじゃなくて太田選手もね、ルーキー時代からちょっと映像見てみたんですけど、やっぱどんどんフォームが変わっていってますよ。で今は、巨人のね松田選手みたいにバットを肩に置いて指導するときにちょっとパッと上げるような感じなんですよね。でとにかくどんなフォームにしてもホームランが綺麗、ものすごく綺麗ですね。去年もロッテの試合でホームラン打ってましたけど、まあセカンドでホームランも打てるっていうことを考えると、右投げ右打ちで、行くとですね、本当に浅村選手のような活躍を皆さん期待してるんじゃないかなというふうに思います。本人もね浅村選手を目指しているというような話でしたけど、はい、なので今はねレギュラーに足立選手がいますけど、彼もねオリックスの中では最高齢の野手になります。35歳ですか。なので足立選手自身はね自分の中では今年が一番動けているというふうに言ってますけども、ただ去年ねホームラン1本だけになってます。 OPS も7割切ってるんで、代打というところに置けたらねオリックスより強力になるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひこのレギュラーの足立、プロスペクト代表の太田亮選手がどんな競争を繰り広げるのかっていうのは注目をしていきたいなというふうに思います。ということで今回の動画ではですね、この間速見スタジアムで初見の山本由伸投手のまっすぐを右中間逆方向にホームランを打った太田亮選手についてお話をさせていただきました。皆さんもその映像を見たんじゃないですか。僕はもう擦るぐらい見たんですけども、この太田亮選手のホームランについて、今年期待がかかる期待値についてですね、何かもし思うことありましたらぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと思います。ということで今回もオリックスを語っていきました。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもオリックスを語っていこうかなと思いますので、チャンネル登録そしてグッドボタンまだの方はよろしくお願いいたします。ということで今日もありがとうございました。